他の3人の候補の中で政の八つ方候補が一番の大きなアドバンテージを持っているのは何か、それは50歳という若さの中で、これまで国会議員の秘書、今日は二田田隆先生も見えておられますけれども、秋田県の代議士もあります。私が 小選に立った時も応援に来ていただきました。そういうふうなことの中で、岸先生の国会議員の秘書をずっとやってきて、そしてまた山本部長長として行政も経験をしました。政治と行政と両方経験をしているのは3人の 候補者の中では政の八つ方候補一人である。ここがポイントだというふうに思っております。どうかこういう意味で、もし県政に携わることがあるならば、私の東で市長としての、サポート役はもちろんのこと、 政治行政の経験を生かしながら、さまざまな県政において、キラッと光る提案をしてほしいなというふうに思っているところであります。どうか皆さん、そういう意味でも、皆さん方が、本人はもちろんでありますけれども、もう一度言います。残る 4月9日の投票日まで、あとわずかしかありません。しかし、この中で、クソ東京で、何を、という意味で、我らが政の安田を、何としても、県政に送り込むんだという、規約を、最後の規約を示していただきたいな。 いうふうに思っているところであります。どうか、そういう意味でも、清野八坂候補本人ももちろん先頭を立って、皆さんを引っ張りながら、そして、また皆さんも清野候補、疲れたなんだかんだと言っても、もう一丁、 もう一歩回らず、いうふうな規約のもとで、一致団結して勝利に向かうことを心から記念を申し上げさせていただいて、一言、私の激励の言葉に返させていただきます。ありがとうございました。